帝国領国家での軍事クーデターということで、まあ、ケネディ暗殺と9.11の、まあ、内容につきましてですね、軍事クーデター、それからその後にですね、悪夢の現代世界の夜明けという題で、私が今結構本にしようかなと思ってます。自分の内容をそのまま一部引用させていただきます。この第4巻の中身のにつきましてはですね、実はインターネットの、サイトをずっと見ておりまして、その中で、気がついて、あ、これ面白いなと思ってたのを、時々読みさせていただいてるんですが、一つはその、9.11 テロの直後にですね、アメリカ米空軍の情報将校がですね、ある放送局にですね、インタビュー記事というのがございまして、これをその逐一その記録した記録でございます。これを見ますとですね、いかにその米空軍の中でこの問題についての中で闘争が起きているということを記録されておりまして、この情報を漏らした方はですね、要するに、まあ、主流に対して、まあ、反旗を翻して今戦っているんだということをこれはっきり言ったことがあります。それからその次に在日駐留米軍のですね、が9.11テロの3日前に、どういう動きをしてたかという記録でございます。これを見ますとですね、もうすでに出撃命令が近いということが情報として流れておりまして、まあ、したがってその周辺のクラブに出入りしている米兵たちの動きがですね、もう3日前から異常な動きをしているということが記録されております。それからその次の、9.11は米国の体制変革のための、体制内クーデターではないかというこの部分はですね、ある方が、ゲッペルスの、嘘の 100万遍言えば本当になるというこの部分の引用とともにですね、9.11 の真相は実はこうなんだということを、まあ、結論的にちょっと書き記したものでございまして、これを見ると非常によく私はこれが発見じゃないかなというのでちょっとこれを引用させていただきました。それでちょっと実は私はこの問題につきましては、今日いらしておられます、憎まれ口の、インターネットのサイトをお持ちの木村愛知さんと共にですね、大変いろいろ嘘が多くてですね、この問題を追求していくと、現代世界が見えているというふうに判断を出しまして、ずっと情報収集していた経過をですね、今回これだけ、まとめてみます。実は噂の真相が廃刊になりましてですね、実は4月から、でも木村愛さんを中心に、国際情報誌真相の真相というですね、情報が、情報誌が発刊されました。最初の真相は噂の真相の真相です、ね、その後の真相は深いそうですから、その背景ということで、それをまあ要するに、今マスコミが真実を明かさずにですね、立派な、まあ、大本営発表がまだしてませんけど、その情報を垂れ流している状況が、非常に危ういというふうに判断しておりまして、噂の真相ぐらい、まあ、一番真実を指摘している媒体がないんでですね、それは私は逮捕するんですが、それが廃刊になっちゃってですね、いよいよその、偏った時代になっては結構まあというふうに思っておりましたところ、木村様の方からですね、ちょっとそういう情報誌をやろうということになりまして、私も、それじゃあ寄稿してですね、あるいはいろんな方々を、寄稿をお願いして、それで、新しい、まあ、国際情報誌を作ろうかで、まあ、若干噂の真相の方はですね、何番の方があったんですけども、まあ、そんなことはちょっと時間がございませんので、後半の
思想的なもの、とても政治の、や経済の、思想追求の方だけで、とりあえず、スタートしようと思います。後で、木下さんの方からですね、ご紹介、いただきます。で早速その地位の寄稿者もですね、実はこのワールドフォーラムの勉強会で25年も続いているんですが、毎月ですね、その方面、いろんな方面の、その情報をお持ちのいろんな方をお呼びして、情報をお伝えすると、生の情報をお伝えするということで、やってきたんですが、そこで出ていただいた方々、今、オピニオンリーダーになっている方が多数今おられるんですが、その方々に、寄稿をお願いして、一流の写真していきたいと、日本初のなんかそういう情報誌でしたらいいなというふうに思っています。ぜひそういう方面に昔しなぜかということはご報告いただいてですね、さらにこういう面白い話があるぞということであればご寄稿いただいてですね、様子のものに作っていきたいというふうに思っています。それでまずですね、本題に入りまして、実は私が今回やる、これたら やらないんですが、今回やるに至ったね、ちょっと経過がございましてですね、実は加藤浩一さんが私の中学校の、県議員の加藤浩一さんがですね、同窓会のメンバーでございまして、私はその副会長をやらせていただいているんですが、加藤さんも、加藤の番です、好んでですね、やっと帰されてきたんで、加藤さんにお願いして、このイラクのてっぺんの問題、イラク貨幣の問題、人は当初からその反対をはっきり明示して取られましたので、その話をちょっとしてもらおうかなと思って、そのつもりでおったんですが、ただギリギリしてですね、やっぱり今の時期に登場されるのは嫌だというのもあったわけですけど、やばくて仕事があるから、約束があるからと断られちゃいました。急遽、それでは私がやろうと、長年ちょっと、聞かれてたものを含めまして紹介させていただこうと思います。いや実はこの問題をテーマとして取り上げた理由はですね、 9.11 が起きた時に、その後のその、犯人とおぼしき、モハメド・アトとかですね、その証拠が見つかったとかですね、その辺のその情報の出方を見てますと、どっかでこういうパターンあったなと思いましたんですね。それは私もちょっとケネディの暗殺は非常に昔から興味を持ってまして、でこれはどういうことだったのかなという長い間これまた徹底追及個人的には知ってたんですが、これに思い出るなと。その後もその、カバーラップといいますか、その各マスコミ情報をですね、本来正確に伝えなきゃいけないはずの出版界も含めて、放送界、テレビ界も含めて、全部そのオズワルド単独犯行考察ですと方の一心乱れずその遂行、それで押し通すとやり方がですね、こういうふうに思っておりました。それで今回もですね、事件が起きてからわずか2、3日も経たずにうちにですね、もう犯人が特定されて、これが犯人だというふうに発表があったんですね。だからそれは普通の常識的にはありえない話で、証拠を集めてそれを精査して犯人を突き止めて、これが犯人だというのが本来のあり方だと思うんですが、最初から犯人をこれこれだとこういう発表があってですね、それでどんどんマスコミがそれを後追いする形でやっていくわけですね。ああこれ前にあったなって何だったかなと思った時に、あケネディだなと思ってそれでそうするとこのケネディの暗殺と 9.11 とはですね、どっかでその個人的につながったとこあるじゃないかということで、その視点からもちょっとお伺いしました。それで、結論から言いますとですね、ケネディの暗殺はですね、その米国を支配してた権力構造というものを理解しなきゃいけないと思うんですが、確かに米国大統領がいてですね、その国務長官とか資料閣僚がいて、それで、役所があってという一見その構造で政治が行われているかのごとく見えるんですが、実はですね、もうかなり昔から米国は一つの権力構造の独占体になっておりまして、それがその1923年頃ですね、CFR という、
Committee of Foreign Relations という、いわゆる外交問題評議会というんですが、そこができた頃から、この3日のことですが、この CFR のちょっと歴史を見てみると、なぜこんなのでしたかというと、要は第一次大戦の時に、国際連盟というのは初めてスマートウィルソンの提唱で作られたんですけども、結局米国議会の反対で、それが承認されなかったということがございました。ということはその米国議会はまさにアメリカの国民の代表の集まりですから、それがその影の支配者たちではですね、その投票行動は、左右逆ができない、できにくいということで、結局国連に国際連盟に加盟しなかったのが、その辺の事実をですね、これではいけないということで、CFR というのを作って、事実上の影の政府ですね、アメリカの受ける影の、権力部隊です、ね、だから、ここがですね、実は共和党だろうが民主党だろうがですね、国務長官とか国防長官とか重要ポストはほとんど他の指名で決まるというふうに聞いています。したがって大統領はまあ飾りであるだってですね、どっちでもいいですね、民主党でも民主党でもいいんですけども、でも CFR が、要するに次はどういう代表で、次はどういう人たちを保持するか、こういう実は構造になっているんです。で、それを支えている人たちは誰かと調べると、ロックフェラー中心としてその金融資本ですね、巨大な金融資本で、まあ、大統領の歴史をずっと見てみると、まあ、大体20世紀に入ってからはほとんどその自前の金で大統領になった人はほとんどいないんですね。ルーズベルトも株で失敗してですね、もう一文なしのところをロックフェラーに救われて、で大統領にさせてもらったという経緯がございます。ところがですね、キルギーだけが唯一自前の金で大統領になった。それがちょっとなぜかと言いますと、このケネディの父親はここに書いていますが、ジョセフ・ケネディって言うんですが、これはそこで3代目ですね。一応初代が、マサチューセッツで酒屋やってて、もともと酒屋の経営からスタートしたわけですけども、そのジョセフっていうのはなかなかの切れ者で、大学もハーバードかなんか行くんじゃないですね、大変優秀な人だったらしいんですが、アイルランド人ということですね。アイルランド人というのはまあ、アメリカのことをご存じだったら当然ご存じだと思いますけど、昔から迫害された昔から犬とアイルランド人はここに入るべからずというのは縦紙がしょっちゅうあったというふうに聞いてたくらいですね、非常に、迫害された。でそういった点ではちょっとユダヤ人も、まあ、同じような少数民族で迫害されたのかもしれませんけど、そういう対象だった。そういう中で自分の力でですね、押し上がっていったというところに、ジョセフ・ケネディの親父の存在があるんです。で、やった手法、金の作り方の手法を見ますと、密造酒、特にカナダが国境を越えてですね、シグラムという巨大なブロンマン一家の酒の、いや禁酒法時代にですね、先ほどで大儲けした連中がいるんですが、そこの、まあ、酒をどんどん、シカゴマフィアと組んで、どんどん酒を、アメリカに行ってですね、それで資金、金を作ったと。それからハリウッドに行ってですね、映画を作ったと。でこれみんな、ね、その非常にユダヤ人たちのやってることと同じような手法で財産を作ったんですね。でさらには株式で、この大暴落を、まあ、仕掛けたのか乗ったのか、いずれにしろ靴屋ニューヨークの、靴磨きの少年が旦那いい株がございますって、何だったら RCA かながあるので、そのなんかお前もやってるかったら私もやってますという、そういう話して、その翌日全部株売却したっていう話を聞いております。そういうような手法が、まあ、ユダヤ人と一緒に組みながら資金を作っていったという点においては、その手法は同じで、まあ、ある意味は仲間だったかもしれませんけど、結局アイルランド人ですから、それで作った金でですね、まあ、大統領のルーズベルトに献金して、
でそのポストを買ったと。それがその証券取引委員会っていう、まあ、その株の世界で大金を作ったような人ですから、まあ、悪いことも悪事のやり方もよく知ってるわけで、それを、まあ、逆に逆転取ってその持ち回ろうというのはルーズベルトだったんですけど、それを結局そういう形で金を作った。したがってジョン・ F ・ケネディはですね、まあ、その親父の金で、全部大統領選をやりましたから、普通の金のない人間が大統領になったのとは違うんですね。それで、なぜジョゼフ・ケネディはあそこの証券取引委員会委員長からさらに駐英大使までなって、一番重要なナチス台頭の頃ですから、ナチスとの時代に、駐英大使、米国大使ですから、非常に重要なポジションにいたわけですけど、ところが、あまりそのアイランド人ですから違和感がないんですね。むしろ新ユダヤ、新ナチスというか新ヒトラーというのでですね、これはさっさと叩かれて結局失脚しちゃうんです、ね、そういう恨みつらみが親父にはありますから、自分の作った財産は全て一人の大統領を産むためにですね注ぎ込むということで、まあ、一番の上の長男がやったんでしょうけども、ドイツ空爆の時にですね、爆撃機に乗ってて撃墜されて死んじゃってますから、ジョン・F・ケネディに全ての期待が、かかってですね、それで大統領になったわけですね。私よく覚えてるんですが、最初の、大統領就任式にですね、そのパレードがありまして、そのパレードの上で今回なんですけど、ケネディがですね、突然立ち上がって、演壇の方に向かって、帽子をこうやって取ってですね、再敬礼をしたんですね。誰に追加したのかって言ったら、もう親父がいいんですよ、親父の女性だから、親父のおかげで大統領になれた、ジョン・ケネディがですね、当然、すべての政治は自分の判断でやるんだと。こういうふうに考えるわけですね。で、ルーズベルトみたいにもう完全にその全てユダヤの金でなったような人はそのどうでも自由に左右差配できるんですけど、やはり、自分の金で なるとですね、そう思い通りいかないということだと思います。それでまあなってみたら、実は裏権力があってなかなかその思い通りにならんと、あれやるこれやるというこういう指示が来るわけですね。でそれで常にロックフェラーが送り込んでくるのはキッシンジャーなんです。キッシンジャーをその補佐官として受けろと言ったんだけど、それは断られてたわけです。そういうことで、キッシンジャーを排除しようとした、途中でそれに対抗してですね、いわゆる、まあ、ソ連と相通じている、まあ、ユダヤのグループは、フルシチョフを使ってですね、キューバ危機を起こすで、ある日その、大物のソ連スパイが亡命してきて、これがですね、実は裏 そのソ連と、アメリカの中枢を支配しているユダヤ その気候の話が漏れてですね、キッシンジャーその手先だと言ったら分かって、それでキッシンジャーを排除するんです。こうやって話すから追放するわけですね。でもそのあたりから完全にですね、もう妥協不可ということになったんです。それで、ちょっとそこに書いてますが、殺された理由というのはですね、もともとアメリカというのはイギリスの植民地が独立したということになったんですけども、長い間常にイギリスの支配下に あってですね、その特別な関係というらしいんですね。歴史上英米の特別な関係、特別な関係というのは裏はあくまではイギリスの支配でですね、アメリカは形式的な独立国、なんか今の日本みたいな感じですね。形の上では独立国だと、実質的にはアメリカの支配であって、こんなような似た行動になるんですが、まあそれをですね、ケネディは自分が大統領になったわけですから、当然それをこっちからひっくり返そうとしたんですね。それがそのケネディを殺す指令が出された最大の理由。それで、
その一つがですね、イスラエルの核武装に反対したと。当然イスラエルは自分の国の安全保障ということで核開発してる。今でも今や200発ぐらいあるというふうに聞きます。200発ということは世界第4位の核大国、1位がアメリカで、2位がソ連で、3番が中国で、次がイスラエルですね。これは現実なんです。これはそのケネディの時代の、そのケネディ暗殺からに遡る。それで、まずそのそれに反対した。それから、まあ、金の支配がですね、やはりその実質的に、連邦準備制度理事会というのは、プライベート銀行の集まりですから、ヨーロッパのプライベート銀行、ロシアだけどロッペンハイマーとか20ぐらいのですね、そこの資本のもとにある個人私企業ですからね、その私企業だったんですが、その私企業でも憲法から見ると、アメリカ憲法に言いますとですね、通貨の発行権は議会なんですね。議会にあるにもかかわらず、議会から奪ってですね、このいう私企業が通貨発行権を持っているのが現実で、それは20世紀に入ってから、ポール・ウォーバルというですね、ヨーロッパから送り込まれた、あれが中心になって制度を作ったんです。この連邦準備制度理事会の上にですね、実は国際決済銀行っていうのがですね、支配権を握っているということが明らかです。国際決済銀行というのはですね、まさにロシアルそのものですね。ロシアルとか第一次大戦の後の、各政府に金を貸し込んで戦争をやらせた、その資金回収のために作った組織ですから、国際決済銀行そのものはもうまさにロシアルそのものなんです。まあ、それが事実上連邦準備制度理事会をも支配しているということです。それとは反して米国独自で通貨発行権を持とうということで行政命令を出したんですね。これがもう彼らの領域を完全に侵すわけですから、これはもう暗殺指令が出てもしょうがないというぐらい彼らは考えている。それでそういうことでですね、まあその意思決定がなされまして、それがそのまあ、影の世界政府と言われている、まあ、これ300人会というのがです、ね、そうだと言っているんですが、まあ、これはこういう説もあるし、いろんな、ものがあるというふうには、まあ、聞いているんですが、この、そこが、まあ、支持をしてですね、それで実行部隊は MI6 ですね。 MI6 というのはイギリスの情報部で、特に対外諜報組織、ここが指令を具体的な指令を出した。そのサー・ウィリアム・スチューブンソンというのがですね、影の長官と言われてて、これが北米局長、イギリスの諜報部の北米局長でですね、このとこは実は日本軍のパールハーバー攻撃を誘導して、ウィン・チャーチルの下でですね、アメリカを撃たせた。そのことによって、アメリカがですね、パールハーバーで、参戦に、ヨーロッパへ戦線に参戦できた。このきっかけはですね、このサー・ウィリアム・スチューブンソンというところがですね、イギリスの意を受けて、アメリカで北米で展開したことによるんですね。そのサー・ウィリアム・スチューブンソンがですね、実際の指令を出してですね、それで、その副官だったのがですね、カナダ人のブルーム、フィールドの調査となりまして、これが、組織上は FBI の第 5課に属する防庁組織ですが、そこのに退職しているわけです。要するにカナダ人がですね、なんで FBI の組織の長なのか、それでしかもアメリカ大統領が暗殺をする実行部隊組織するわけです。なんか要するにやっぱり国というその、国境がですね、我々の考える国境、国というものが、ほとんど意味なしないというのが分かると思います。それで実はジャマイカ島の何ですか、トライオール地区というところでですね、この計画が練られてですね、具体的な暗殺行為をやったのはこのスイス登録の会社で、パーミンデックスという、
日本語訳すと常設産業展示社っていうんですが、これがですね、この役員が7人いまして、この役員が、結局具体的な計画を練った。で、この辺の指示を受けてですね、クレーションという大佐というのがですね、ニューオリンズにあるインターナショナルトラベル、なんとか、トレードマークですか、これの所長をしたんですけど、この辺の話は、あとはですね、JFK に出てくる人たちがみんな出てきます。だから、あの JFK っていうのはかなりあのいいところまで迫っ、暗殺の下手人に迫ったんですけども、結局あの、証言する人を片っ端から殺していっちゃいますから、証言もできなくて、真相には迫れなかった。まあ、こういうようなことで、実際、観察が行われたようです。それで、その後、まあ、隠蔽工作にですね、防衛委員会というその裁判所長官の防衛というのを中心に、組織したというんですが、それを支配したのは300人会所属のですね、ユナイテッドフルーツ、ユナイテッド、プライス、ユナイテッドフランズフルーツという会社のマックス・フィッシャーという男がですね、これがあのターミネックスの社役員なんですけども、これが、まあ、からも資金を出して、この組織をして、結局、あの、こちらの単独観光説でもう全てを通すということで、それでまあ、通したと、ね。で、実はですね、この間、9.11 もそろそろ、ボロが出てきましてですね、でまあ、あちこちから、実際に死んだ、400名の被害者の方々、遺族が今訴訟を起こしています。それで、その犯人は要するに、米国政府そのものだと、それで、なんですか、あの、ラムズフェルド と、ブッシュと、チェイニーを、まあ、対して訴訟を起こしたんですけども、まあ、そういった人が一切表向きは出てこないんですけども、そういうのが、明らかになってきつつありまして、このままではこれはあかんと思ったのか、最近ですね、やはりその真相究明ということで、なんとか委員会というのを作ってですね、それをやるんですが、やはり大体こういうその調査委員会のにはほとんど下手人が揃って入ってるというのは普通はパターン、今回の防衛委員会もそうだったんですけども、下手人が入ってる。で、今回も実はその委員会の中に、ライス補佐官のですね、つながりのある人間が入ってるんです。だからやはり、いかに問題を隠蔽して事実を歪めてそういうことをやろうですね。だから防衛委員会のあれもよく見てるなこういうふうに思ってます。で、まあそれぞれ その米国の機関がですね、金利暗殺とどういう関わりがあって、どういう利害関係があって、それに加担したかっていうのはその後に一応書いてありますけども、注目すべきはですね、その CIA の担当の中にジョージ・ブッシュって言葉が出てくるんですよ。全く同じ名前ですので、で、まあ、それは俺じゃないと言ってるんですが、どう考えてもですね、もちろん大統領のジョージ・ブッシュ以外でありえない。なぜかというと、その後ですね、彼の経歴を見るとほとんど、CIA 絡み、まあ、中国大使っていうのはちょっと中国の関係事務所長っていうのはちょっと、まあ、マンプレイ一体なんだと思ったんですが、後で調べたら、どうも、米中和解の裏事情は、実は麻薬取引を巡るです、アメリカと中国の麻薬生成をですね、人民解放軍にやらせるという取引だったらしいんですね。アフガンのシロア編をですね、人民解放軍に安くその生成させる。それで合意ができて、ロックフェラーの意向を受けて、米中和解があったということを知りましてですね、あ、それだったらその所長に CIA の、ブッシュがなるというふうに分かるんです。で、まあ、実際の実行計画はさっき言いましたように、FBI の第5課のブルームフィールド少佐というのが、7人の暗殺部隊を組織してですね、そのうち3人が実際に
6発撃ってですね、そのうちの1発の、グラスイノールという斜め前あの前方の多良伏市警察の警察官がですね撃ったあのライフルが直撃して後頭部が吹っ飛んだ。ですから、そういう死因はですねその辺にあるんです。でだからオズワルドがいた教科書ビル、あそこには教科書ビルからはですね、実は一発も弾を撃たれなかったという動機みたいですね。そしてこういうことがだんだん分かってきてですね、まあ、要するに、ユダヤの世界支配構、米国の支配構造に、大統領になったケネディがですね、表向きの大統領権限を盾に、挑戦したというのがあのケネディ政権の実態だったんです。それに対してそんなことさせないとっつって、ソ連の副首相も絡んでですね、ケネディを脅したというのがケネディ そのキューバ危機のライフルです。でその辺の話は、まあ、その岸田とソビエト代理人というこういう本が出てますから、いかにソビエトと深い関係があるかというのが分かります。でまずはですからですね、こういうふうに国際政治はですね、表の話と裏の話が全然違っているということが、まあ、前々からそういう認識を持っていたんですが、まあ、一応ケネディ政権はそういう形で、幕を閉じたと、まあ、ユダヤ側がオズワルドを担当官公ということで、現状維持を図った。いや、それよりはジョンソンを大統領に立ててですね、代わりに副大統領大統領に立てて、それでベトナム戦争に突入したわけですから、まあ軍産複合体のその利益は守られたわけですね。まあそういうことで、次の時代に入っているわけですけども、第三次中東戦争というのがですね1968年に、起きます。でこの時にですね、実はゴラン高原の、に侵攻しようとしたイスラエルの動きに当時の米国政府がですね、非常に批判的だったんですね。それで米国海軍の駆逐艦でリバティ号というのがそこで入浴してまして、それを実はイスラエルの空軍がですね、爆撃して撃沈してるんです。三十数名の乗組員が死んでます。だから明らかにこれは、もしアメリカがですね独立国であるならば、イスラエルの 空爆で、沈められたらですね、そこで当然反撃しても当然だと思うんですね。まあ、反撃しないまでも、避難ぐらいすると政府がですね。ところがあれ間違いだったらごめんなさいです、済ませる、裏で済ませちゃう。そういうことを考えると、やはり、イギリスとアメリカが特別な関係にあるのと同じようにですね、イスラエルとアメリカは特別な関係にあるとこういうふうに判断できる。それで、それから次ウォーターゲート事件に行くわけですが、あのニクソン政権に、あカーター政権、ニクソン政権、ニクソン政権に行くわけですが、ニクソン政権はまあベトナム戦争の幕引きということで登場して、まあ、途中でですねウォーターゲートの事件が出てくるんですね。これはこのウォーターゲート事件って一体何だったのかということを前々からその非常に疑問に思ったんです。それでどうもその、CIA が絡んでてですね、やはりあの民主党のウォーターゲートビルに何か盗みに入るわけですね。その盗む対象は何だったかというと、実はケネディのこの暗殺のですね、ケネディ暗殺の、事実関係がなんか裏事情しませんけど、そういうもののあれがあると、証拠が民主党にあるというふうに、まあ、当時は民主党の大統領これだったわけですから、まあ、そういうことだと思いますけど、それを危惧したですね、ニクソンが CIA を使ってですね、盗みに入らせたんですね。でその盗みに入った男たちがですね、これがハワード・ハントとかですね、この辺が大体そもそもケネディ暗殺の下手人の中の一人なんですね。それがそのウォーターゲート事件で、まあ、また再び捕まった。でその一方してるうちにですね、いつの間にかキッシンジャーが実権を裏に握ってきてですね、ニクソンは攻撃されていますから立場やるなると、キッシンジャーが出てきて実験に、さらにヘイグが出てきて、でいつの間にか米国大統領は退任、まあ殺されなかったという、まあ、
ですけど、まあ退任ということだったんですね。でもこの時にですね、第二のクーデターがあったというふうに考えられます。第二クーデターっていうのは、要するに、使用人だったニクソンがですね、もうお前をクビだと言って、まあ、排除されたわけですけど、そこで、まあ、ご主人側のキッシンジャーがですね、あるいはヘイグがですね、その後を継いで、でここで、ほぼアメリカにおけるその主要なポストが、ユダヤ人によって、ユダヤ系の人によって独占されたと。だからここで、まあ、アメリカの第二の、クーデターが、まあ、武力じゃないから軍事クーデターではないんですが、第二のクーデターがあったと私は、まあ、考えています。それで、まあ、これはそれでそのしかも、じゃあそのケネディ、ニクソンを引きずり下ろした理由は何だったのかというのが、後でそのどうもニクソンがですね、ユダロックフェラーたちがやってる中国とのアヘン取引、に邪魔しようとしたというか、やめようとしたというんですよね、ということだったみたいですけど、アフガンから白アヘンが今でもその国境を越えて中国があって、中国の人民解放軍を先制したらしいんですけど、その交渉をキッシンジャーがやってたらしいので、それをニクソンがそういう異を唱えたわけで、まあ、それで引き継ぎされたということを見たんですね。これが確認できません。それから次はカーターの時代になるんですけども、カーターが民主党の政権を取って、でここで何が起きるかというと、実はそのロシアのソ連のアフガン侵攻というのが起きますね。で私もその単純に突然そのロシアソ連がですね、石油あるいは南に出たいということでアフガンに侵攻したんだと思ってたんですが、実は後でカーター政権の筆頭ブレジンスキー補佐官がですね、ある雑誌にフランスの雑誌だったんですけど、いやあれは俺がやったんだと。その理由は、CIA をどんどんアフガンの中に浸透させておいてですね、政権をひっくり返して、でロシアがソ連が介入してこざるを得ないような状況を作って、ソ連の介入を引き込む。その結果どうなったかというと、ソ連がですね、今度はソ連にとっての、ベトナム戦争に落とし込まれたというわけですね。でベトナム戦争に変わって今度はアフガン戦争というのが行われるわけですが、このアフガン戦争でですね、実は育てられたのがこの今対象になったアルカイダのグループですね。これはロシア、ソ連の諜報組織、それに対抗するために、サウジの金と CIA が主導して、組織したアラブ、イスラムの戦士たちというわけですから、それでその、ゲリラをやって、で倒したソ連を追い出したということです。でこの時にアルカイダが、まあ、CIA によって作られたわけですが、それが、まあ、後の現在20年後にですね、これがその今度はその反テロと反乱テロリズムの裏の主人公だというわけです。この辺の話ではですね、CIA がそもそもやってるんだからおかしいなということなんですが、そもそも育成した理由がですね、そもそもイスラムは非常におとなしい、まあ、宗教、昔はそのそれこそマホメットの時代は武器を持って征服した非常に、戦闘的な宗教集団でしょうけども、今は、まあ、世界の十数億の広がってるんですが、さらに、戦闘的な過激派がいるという状況では最初は悲しくなかったっていうですね。それをなんとかその過激派に仕立て上げるために、過激派を仕立て上げるために資金とその訓練を投入して、このアフガンという戦場でその生み出しているというのがどうも真相ではない。したがって今でもイスラム過激派と CIA はですね、誕生化してそうですから、現在でもまあ、
パートナーというのか、なんていうのか、あるいは雇い主が CIA というのか、何とかないけど、この時代からそれはすでに、始まったわけです。それからレーガン政、次のレーガン政権の時代にですね、まあ、ジョージ・ブッシュは、共同候補として、名乗りを上げて、レーガンと対抗して争ったわけですが、最終的には副大統領に収まるからね。それでまあ、共和党政権に8年続くわけですけど、でもその間に例のレーガン暗殺事件、未遂事件とか起きたんですね。これもですね、実は、調べてみるとジョージ・ブッシュらしいね、義手人は。で、その前の日に、前の日にその義手人の、ちょっと頭おかしい、のにですね、ブッシュの息子が、会ってその打ち合わせをしているのを目撃されたんです。それは資料として残ってます。ということで、まあ、ジョージ・ブッシュという男はですね、例の、キルディ暗殺から始まって、ことごとくそういうところに顔を出す、まあ、実は裏のかなり重要な関係者だということが分かるんですね。それから次のブッシュの政権と湾岸戦争の関係、これがその、問題なんですけども、これはよくブッシュは新世界秩序、新世界秩序と言ってるわけです。ニューワールドオーダー、ニューワールドオーダーって言ってるわけです。ニューワールドオーダーっていうのは、どうもその、かなり昔から予定されている、来たるべき、世界秩序ということみたいですね。1ドル札の裏にですね、ピラミッドの上に目ん玉が乗ってるのがありますが、その周辺の、あれが、ラテン語でニューワールドオーダーという、だから、彼らの使命は、ニューワールドオーダーを実現することが彼らの使命であるというふうに、まあ、ジョージ・ブッシュは自覚してたわけですけども、でも、結局、大統領になって、まあ、クウェートをフセインに侵略させてですね、で、それを撃つという名目のもとに、米軍をアラビア半島に入れて、まあ、占領状態にして、で、フセインの始末も中途半端というか、まあ、むしろ生き残らせて、武士の方が逆に見続けて落ちたという状況で21世紀になるわけですけど、まあ、こういう事情が、ずっと経過しています。で、これはどうも、さっき言ったですね、権力者立場からすると、ブッシュを含めてクリントンにした理由というのがですね、もう1990年前後にもうアメリカはもう破産寸前まで追い詰められた、経済的に。これちょうどね、アメリカの破産っていうのは水谷さんっていう有名な東海大学の、東海銀行の、方が書いてます。これ1990年に書いて、私それを買ってですね、アメリカはそこまで追い詰められたのかというふうに当時思ったわけですけども、ところが、これがその後の10年間でですね、日本が沈んで、日本の富がアメリカに移転して、アメリカが経済的に世界の金を集めて、株価も3倍ぐらいになってですね、再生するわけですけど、まあ、その辺の金融の、金融戦争といいますか、それがクリントン政権の、違うんです、ブッシュの最後の方とクリントンによってなされたということで、まあ、平和を維持しつつですね、平和を維持しつつ、この世界の金をアメリカに集める、こういう戦略のもとになさるということです。で、その間ですね、やっぱり戦争になっちゃ困るから、モラトリアムということで、中東和平を進めるんで、アラファトと、アラファトとですね、ラビンがですね、手を結んで、中東和平が進められたわけです。それが実は、これがある日、ラビンの暗殺で幕を閉じます。で、ラビンの暗殺がなぜ起きたかというのは、次の私の次のページの、9の中にちょっと書いてみます。次のページ、そもそもつくんですね。真ん中でエルサレムポスト紙によると、イサク・ラビン前首相、1995年、テルアビブ大学で真実を語ってしまったことに対して、
申し訳ないと言った直後にモサドにより暗殺された。この真実とは、地域を不安定化させるためにイスラエルがイスラム原理組織ハマスを動かしているということで、ページがちょっとスムーズにあったということが、つまり、いかにイスラエル、イスラム社会は問題を抱えているかを世界に示し、アメリカと共に武力行使で打ちのめすことを正当化する狙いがあったというふうに書いてますけども、要するに、実は裏は、ハマスがですね、イスラエルの資金と、によって、自爆テロをですね、イスラエルの、仕掛けであるということをラビンがペロッとしゃべっちゃったんですね。で、暗殺された。まあ、そういうようなことも出るんですけど、こういういろんな経過が経てですね、実はクリントンの時代に世界中の資金をアメリカに集めてですね、で、軍事技術の民間転用というその、ことで世界中から資金を集めて、RNA っていうですね、これはあの、軍隊のハイテク化ということで日本の自衛隊が、やってましたけども RNA に転化するといういわゆる空母とか巨大な戦車とかですね、そういう時代ではない、これがハイテクによる戦争になるということを実は進めたわけです。それでこれがそのクリントンで、維持したわけですけども、これも8年終わってですね、いよいよその今度はゴアとブッシュ、今の現在ですね、の大統領選になったわけです。それで、実はこの得票数は明らかにゴアが勝ってたんですね。ゴアが多数を占めてたわけですが、それをいかにしてその最初から予定通りブッシュに次の時代を担わせるというこういう意思が、もうその CFR を中心としたアメリカの支配層の共通の認識だったわけです。だから民主主義ではゴアが勝ってもですね、それは彼らの予定にはないということで、投票箱をどっか隠したりですね、それから無効投票をなんかボタン穴が開いてないとか、その施設なんですね、投票の技術論の話になって、最終的にはその憲法裁判所が武士だと言って、これで武士代表になったんですが、これも要するに民主主義を否定してですね、その影の政府が、得票数の少ない人間を大統領にしたという意味では、これもクーデターなんですね、実際。だから私はこれは第4のクーデターだと思います。それで、実は新世界秩序の作りに、動き出した。しかしよく考えてください、あのブッシュ、息子のブッシュにですね、そんなあのことができるはずがないというのは、何も知らされてないんじゃないかと思うぐらい、知能も低いです。彼はそのやはり、単なるスポークスマンと考えた方がいいですね。やはりジョージ・ブッシュ、親父のジョージ・ブッシュですね、これが、の第二次政権と、第二次内閣と、まあ、昔の日本でいうと第二次内閣、組閣内閣と言うんですが、そういうことだと思います。で、現に 9.11 が起きたときにですね、本人、息子のブッシュはフロリダのなんとか小学校に行って、その映像を見たとか、見てないとか、あとで出てきますけど、そういうことをやってるわけですけども、親父はどこにいたちょっと調べたら、副大統領のチェイニーと一緒にですね、そのホワイトハウスか、あるいはその国防総省かしませんけど、緊急対策のですね、オペレーションルームに行こうです。で、陣頭指揮で全部仕切った。だから、アメリカの権力構造が実はやはりそういうのが実態であるということが分かると、いまだにですね、大統領は実質親父だというふうに考えておられます。したがって、1990年に大統領
時代に新世界市場に突入しようとして努力してたんだけど、日本に来てですね、宮中の晩餐会で喧嘩を起こしてその泡吹いてですね、世界中に集体を晒したというのと、それからやっぱり、ですね、あの経済が破綻したということで、倒産クビになって、その間クリントンにやらせて金を世界中から集めさせたというのが、まあ、だと思います。そしていよいよその、9.11 事件になるわけですけども、これは私は明らかにこれは軍事クーデター、今までクーデターいつもあるんですが、実質的な軍事力を使ったクーデターに絡んだクーデターというのはケネディ暗殺とこの、9.11だけですね。まあ、あの暗殺未遂というのはありました。それでこれは、実はこの辺の事情はですね、そこにその事件が起きた時にブッシュ大統領自体がですね、どこで何をしてたかというのがかなり詳細に書いてあります。で、実はフロリダの小学校でその小学生がキャンピングの授業に参加したというんですが、そこではっきりですね、彼は1機目が、1機目がですね、1機目が、世界貿易センタービルに突入した映像を見てると彼は言ってるんです。次のページの上に1機目のハイジャック機がワールドトレードセンタービルに突入するのを見たと発言した。これはですね、1機目の映像というのはないんですよ。普通はないとされてるわけです。というのは2機目は実況中継、生中継だからみんな見てたわけですけど、ところがこのフロリダ州の小学校にはですね、映像が配信されてたということです。彼が見たということは配信されてたということは、あらかじめですね、そういう回線を引いてその映像をその送るように仕組まれてなかったことはありえないわけです。だからここでその知らず知らずの死ぬ愚かな物資はですね、正直でこういうふうに言っちゃうんです。でこれは米国の政府が絡んでるんだということがこれ分かっちゃう。それから具体的な真相のですね、映像の写真ではですね、ちょっと今から回しますけど、これもう知ってる方は知ってると思うんですけど、小休憩を取ってお手洗いに行かれる方がいらっしゃるみたいなので、ちょっと10分ぐらい休憩を取りますので、ちょっとそれを見てみてください。そう、10分ぐらい休憩を取ります。今はお手元にですね、月刊ムーというですね、学研が出しているの雑誌がございまして、そこに、この問題を追求した特集が組まれたことがございます。それを一応コピーしてありますので、ちょっとご覧いただきたいと思いますので、お話ししました。かなりマスコミ段階のですね、大手マスコミはまだまだあるんですけども、中小出版界ではですね、やっぱり真相徐々に明らかにしつつあるというのが現状です。それで、特に最近ですね、この真相のディスクロージャーというのがかなり広がってきてまして、一番重要なのはその400人のですね、ワールドトレードセンターの犠牲者の方々が、訴訟を起こしているヒルトンというですね、弁護人が、いるんですが、この方がスタンレー・ヒルトンさん、その人はウォルフビッツのですね、大学時代の同級生です。レオポンの中心人物の一人であるウォルフビッツのですね、大学時代の、友
友人がですね、この訴訟の主任弁護人、それで、ブッシュ政権の主要閣僚を追い詰めているわけですが、この人は元ボブ・ドール共和党大統領候補のですね、シニアアドバイザーをしていたということですから、共和党内部の事情にも非常に詳しいということですね。それで、この訴訟のことは日本では一切、マスコミのことも書かれませんが、2004年にはですね、連邦裁判所の法廷に物資は届かざるを得ないというふうになっています。この根拠がですね、ハイジャック犯の一人、とされる人物からの貴重な証言というのがあるんですね。ハイジャック犯のうちの7人、を知っていると。で、彼らは二重スパイであって、10から15年間アメリカで活動を行ってきたというんですね。で、彼らのうちの何人かは、アルカイダという言葉を使用したが、言葉だけであってそれは何も意味をするものではなかった。彼らはアメリカ政府に雇われて扇動されて、援助されていた。で、彼女によれば彼らはイスラム過激派ではないなかった。コーランの教えを守るようにイスラム教徒ではなく、酒を飲み金に飢えたプレイボーイたちである。彼は FBI、CIA などの米諜報機関から定期的に金銭を受け取る代わりに情報を提供しているというわけです。ですから、いわゆるモハメッドアッタというのはですね、私もちょっとその例の事件の翌々日にカイロの親父は法律家なんですが、有名な、そこに電話かけてきて、いや俺がその犯人にされてるよっていうことを言ってきたんですね。で、いつの間にかモハメッドアッタやりまっちゃったわけですから、まあ処分されちゃったんですよ、どっかでですね。それで、その犯人がですね、こういうこと言ってですね、モハメッドアッタと彼の弟に直接会ったことのある人物から証言を得ているが、二人はおとりであったと。そして、キックロプスというコードネームの装置によって空軍基地の近くからハイジャック機の操縦権を奪って9.11テロを起こしたという決定的な情報を得た。すなわちですね、まあ、一般的にはそのハイジャッカーがいて、中でハイジャックして、飛行機が、ビルに突っ込んだということでみんな恐ろしいと思ったんですけども、そんなことする人はいるのかということで恐ろしいと思ったんですが、実は、突っ込んだ飛行機はですね、遠隔操縦されていて、これはまあ後で分かるんですけど、ほとんど無人の飛行機が突っ込んでるんですね。それで、したがってまさにおとり、ケネディ暗殺の時のオズワルドみたいなのが、このモハメッド・アッタはじめ、おとりとして19人の名前が挙がったわけです。しかし現実に、現在でもそのうちの約7人か8人か現に生きていますし、現役のパイロットで今登場したと思います。だからいかにずさんなですね、ずさんなそのおとりの、おとりというかその犯人の挙げ方をしたかと言い合いと言い合いしてる、そういう仕掛けなんです。だから実関係合わないっていろいろ追求すると、だけどそんなこと言ったらもともとはインチキですから、なんというですね、追求したら聞いないんで、その立場は一切崩せませんね。CIA最初の、犯人は熟人の犯人は3人なんだということで通してます。それから9月11日の4日前、ペンシルベニア州に墜落したと全く同じ便であるユナイテッド航空93便にテロ犯とされた人々が搭乗して予行演習をと思われる活動をやっている。その際に彼らは諜報機関の人々と連絡を取り合って、本物のパイロットや彼らが操縦したの
ではなく遠隔でコントロールされるのを確認していたと。ということでですね、そのあとも全くその事件が、作られた事件だということが分かっています。で、したがって下手人は誰かというのは、やはりそれを仕掛けた一連のテロの、こうやったのはネオコンの中心とする高派のですね、長期間、イスラエルも絡んでしょう。それで、起こしていたということになるんですね。これがだからそのケネディ暗殺の時の CIA がオズワルドをおとりとして出してですね、そのオズワルドの証拠だと称していろいろも出してきたんですけども、今回もですね、近くの空港の駐車場にあった車の中からコーラン、イスラム、アラブ語のですね、操縦説明マニュアルが出てきたとかね、それからほとんどのあれの焼けたビルの現場、ワサッドテレセンターの現場にファーメントあったかなんかのパスポートだけは覚えずに見つかったとかね、バカバカしいぐらいですね、ストーリーが作ったのは本当バカバカしい程度の連中が作ったのというのが多いわけですが、こういうのがですね、まあ今お配りしたのはですね、まさに飛行機が突入した時にですね、これ2機目なんですよ、2機目の映像なんですが、これは今来られてる木村愛さんの提供によって私も認識したんですが、要は、飛行機が突入した時にですね、2機目はその世界中止のもとの実況中継なんですね、私も見ましたけど、その現場実況中継ですから、できるだけ派手に世界の人をもう恐怖の底にどん底に高い叩きつけるぐらいの映像にしなきゃいけないというのが彼らは考えるわけです。それで実はこの飛行機の腹見てください、丸2の下のところにですね、飛行機の腹に変なそのパイプがあるんです。普通の767と757という旅客機ではありえないですね、大きな図書タンクがついてるんですね。これは何か、これは私の考えたところ、これは燃油が入ってくるんですね。衝突した時にできるだけ派手に見えるように、そのこれは映像ですからね、映像によってそのいかに人々に恐怖感を植え付けるかという視点で作られてますから、燃油を満載してですね突っ込んでます。それでさらにこれで見ますと、この端にですね、突っ込む前にすでにもう煙が出てるんですね。だから、要するに突っ込むときに、この大火災になるようにですね、あらかじめ火の手を上げておかなきゃいけないんですね。で、そこに突っ込んだら油がまかれるわけですから、それに誘爆してボーンといくわけです。だから、ここでですね、こういう真っ赤な火が出てるんですね。その部分がすごいなというのが出たんです。だから、これはまさにその映像を作った、だからこれ多分ね、映画会社、特撮チームですかね、これが一緒に協力してますよ、いかに印象付けるか。それでね、実は、これはこの飛行機は、突っ込む瞬間にですね、ミサイルを撃ってます。で、ミサイルが、飛行機の建物に入って、そこから飛び出しているところの映像まで映ってます。それはちょっと私が別のところで見たら、そういう映像をやっぱり撮られてる人がいてですね、じゃあなぜ撃ったかというか、それを撃ったかというと、やっぱり火ですね。火が燃え上がってないと、この燃油が誘爆するその派手な映像が撮れないんで、あらかじめその火を先に撃ってですね、火を上げておくと、そこに突っ込むという形にしたんだ、私は推察します。で、まあこれ突っ込んだわけですよ。じゃあこの飛行機は一体どこでどうやってこの中に入ったかという、この入れ違ったということなんですかね。実は私に航空会社におりましたので多少航空のことは分かるんですが、正直言ってこのぶつかった時にですね、パイロットたちがいやーこれはもうありえないと、我々の人間技じゃないというのを言ってたわけです。だから
いくらパイロットがですね、訓練して何万時間 の、 飛行実績があってもですね、そんなことはできないということです。出して、だからちょっとフロリダの飛行セスナ機の練習場で少し練習したぐらいでね、そんなことはありえないわけです。ですから、実はこれは私は思うんですけども、今でも IMS って言ってですね、空港に着陸するときには、ボイングラインのままはパイロットいらないんですよ。空港の側から誘導電波を流して、それに沿ってスーッと行く、そういうのがありますから、でボイング757と767というのは、このとき使われた飛行機ですけれども、いずれも遠隔操作も可能だし、パイロットいなくても、目的のところにちゃんと届くわけです。ですから、多分このビルからはですね、誘導電波出てたろうと私は思う。でそれにあって GPS でちゃんと場所と設定して、まあ、角度がちょうどどういうふうにやるかもらえる。最初遠隔操作でですね、無人の飛行機が突っ込んだ。で無人飛行機は、実はすり替わってるんですね。すり替わったらいつすり替わったか。それがですね、一時期その、ハイジャック機がですね、トランスポンダーってのが違った。トランスポンダー切るとね、地上との交信が一切不可能。それと同時に、ボイスレコーダーが完全に立たれる。だから記録残らない。だからトランスポンダーの切る、ね、指示をそのブッシュの味とチェーンに出してる。でそれでその瞬間にですね、一切 の、 その通信が不可能になったときに、遠隔操作でですね、自動的にある空軍基地にこの飛行機を誘導して着陸させたんです。すべてある多分一つの空軍基地に集まったと。それでその後その集まった人と同時に、その旅客機の乗客をみんな集めてですね、ペンシルベニアに墜落した飛行機にあっちに誘導されて、ほぼ満席で出てる。ちょっと時間ずれてます。それで、それと同時にですね、もう最初からこの作られてる飛行機がこれ用に作られた飛行機がですね、代わりに離陸する。それで、すり替わって、このワールドレースセンターに使う。どうもこういうことみたいですね。それで、じゃあピッツバーグに行った飛行機は飲むために、みんなを乗せて、それは口封じですね。だからその後を F-16 が、追尾して、ミサイルで撃ち落とした。で現に、13キロぐらいですか、ね、8マイル四方か、13キロですか、ね、の地域に遺体とですね、いわゆる破砕された、飛行機の残骸が飛び散った。それで、しかもそこは完全に封鎖してですね、遺族の立ち入りも認めなかった。なぜかというと、そこに要するに、すごい人数の遺体があるからです。だから、要するに、2機の、ラボラトリー自体に突っ込んだ人たちもペンシルベニアの原野にですね、散ったというみたいですね。それで、あそこは一切人々の活躍です。これはなぜそういうことを言うかというとですね、飛行機が、撃墜されたところを目撃した人がいるんですよ。で現に、そういうことを言った人はいるんです。最初の段階ではその情報があったの。それはその人たちはみんな精神病院かなんかにみんな捕まって閉じ込められて、もうそれ以降一切出るというね。そういうのが、はい、それから、もう一つ国防総省に入った飛行機、国防総省に行ったと言われている飛行機、これね、一番最初の報道は爆破されたということだったね。でもね、内部からの爆破だった。内側から外側からそれは分かんないですけど、全然トラックに満載し爆薬を満載したのは、接岸、ビルに接岸、接してですね、そこで爆破させたんです。だから、最初から上まで落ちなくてですね、最初は上の、5、6階のビルだと思いますけど、一番上のビルだけは残ってたわけですね。
でこれじゃいかんというので、トマホークミサイルかなんかを発射したんです。それはあの今の宮下でマッターマウスなんですね。そういう記事を見たということでご紹介になりますけど、そのトマホークミサイル の, その栄光の後も使った時 の, あの写真が載ったんです。それでじゃあなぜこんなことをしたのかというのが問題なんですけども、まずですね、国防総省はさっき言ったように人事異動があってですね、それはその RMA という新しい防衛システムに変わるみたいな、今までの対艦強行主義の、空母だ、アブラハムだとかいう戦車だという、じゃあもうこれがダメだと、完全なその、ハイテクによる軍事構造に変わるという、まあ、これは軍事、産業複合体 の, その軍のものですね、まあ、イコール、それを受けてラムズフェルトが、軍の改革を宣言して入っているわけですが、日本の方も自衛隊もですね、それに従って RMA っていうですね、新しい軍 の, あの改編構想をですね、実は私の友人のこのワールドフォーラムメンバーの青木信義君がそこを自衛隊でやってました。でその発表は今から、ね、3年前かな、あの4月にやってもらったことがあるんです。僕はその時はそんな深いイメージがあると思ってなかったんですけど、実はアメリカ軍は完全に組織替えをしてたんです。したがって国防総省はちょうどあそこのぶつかった部分がですね、人事異動で新しく改編されるんで、そこが壊す予定だったんですね。だから、それに合わせて、だからそこに社はいなかったところで、作り替えの必要があって、もともとそういう予定だったみたいです。ですから、それに合わせてこういう事件のあれを仕組んだというのでしょう。それからその前のじゃあワールドトレードセンターはどうだったの。ワールドトレードセンターはですね、1960年に建てたビルなので、大体もう50年に来て耐用年数が来てますので、もう取り壊しの時期なんです。だからもう解体に多分予定計画が入ってた。それで実は今回のあのビルの解体は完全にビル解体の仕事だった。で、みんなあの飛行機に乗ることに気を取られてるんだけども、現実にはドドドドって崩れたのは下から崩れてたんですね。下に定期的なところに爆薬が仕掛けられてて、その爆発によって下から崩れてた。でよく言うのは上の熱で、航空燃料の熱で上が溶けて、それが下にどんどん降ってたっていう嘘なんですね。なぜですと、航空燃料は燃えても800度ぐらいしかダメです。で、あれが鉄骨が溶けるのは1400か1500、600度の温度に上がらないと壊れませんので、したがってあれは、明らかにそういうことはありえない。だからまた避難している最中の人たちがあちこちでバンバンバン爆発するのを聞いてますから、だから消防士も飛び込んで何か所も突撃さ飛行機が突入する以前、いや、それは途中後にですね、爆薬の音を聞いてる。だから、要するにあれはビル解体だったんですよ、あのビルの元々がね。ただ、その情報はユダヤ人だけには伝えたけど、それ以外の人には伝えなかった。したがって、ビルごと解体の作業をして、その犠牲者を作ったということ。そうすると、どうもその、じゃあ周りのビルがどんどんバタバタあったの、あれは、要はですね、二十数メートル下のところにそういうああいうあの地域のビルの構造上のその支える鉄骨っていうか、なんかその構造物があるんですね。それを壊すともう自動的に下から壊れるというか、それだからどうもそこにですね、巨大な爆弾なんか、これ小型核じゃないかと私は思うんです。で、外貨カウンターで調べたら反応したっていうか、小型核が仕掛けられてて、それで、で、当時の、地震計がですね、飛行機に突っ込んだ、その飛行機の突っ込んだ時期とは違った時期に巨大なその、地震の揺れの、記録がある、2回あります。だからそれは、多分そっちの、その地下の爆破のあれに合わせて、ということで、要するにビル解体作業を、ユダヤ人以外には伝えないで実行した。
という話で、それでこの飛行機は、まあ、なるだけその派手にですね、世界中の人が恐怖にそれに叩き落とされて、それを見てショックを受けてですね、復讐だっつって立ち上がるような第二のパールハーバーを叱る、そういうことだ。そしてアメリカ人を、怒りに狂わせて、その軍事力を対外的な戦争に投入していく、そういう仕掛けだったんだというのが、まあ、結論はですね、私はそういうふうに思いました。まあ、そういうことでですね、ちょっとまあ、中身が少し様にはなってしまったんですが、今回のあれはですね、そういったことで起こされたのではで、これはだから米国に起きた2回の軍事クーデターなんですが、1回目は体制を守るためのユダヤ側からの大統領を排除する暗殺のクーデターですね。だから今回は今の体制ではダメだと、要するに彼らが考えた新しい世界支配の構造、それはニューワールドオーダーって言うんですよ。その構造に移行するために、体制変革をやろうと。そのために、軍が軍事体制ですねをやって、体制作りをしたいということ。それで起きたのがアフガン戦争でイラク戦争ですね。だから私はこれは大きな長期計画があってですね、そのスタートが 9.11 によってなされた。だから 9.11 はその第三次世界大戦の開始を演出した。それで、ビル解体、ただのビル解体にすぎないんだけど、このビル解体をうまく、恐怖、世界中を恐怖に陥れて、第2のパンカンパにされてあげて、対外侵略に動員する体制作りをしたということで、みんな騙されてですね、ブッシュ政権のような政策を支持するというようなことだった。で、まあ、最後にですね、一体米国の支配者とは一体誰なのかということになるんです。ですから投票の数でもないし、投票の数でひっくり返すわけです。軍事クーデターも起こして大統領さえも注文しちゃうし、こういうとんでもない、仕掛けをして世界をですね誘導してるわけです。やっぱりね、その最初から歴史を振り返ってみなきゃいかんのだ。アメリカの独立戦争って一体何だったので調べますと、なんかワシントンとかフランクリンとかジェファーソンはそのフリーメイソンのメンバーで、そのスカートみたいなの履いてですね、ちゃんときちんと記念の、ところにで、その独立記念式典の時はそういう格好してますしね。それから南北戦争の時に、どうもロシア軍が仕掛けてですね、南の南軍を北軍との戦いを仕掛けた。その時も MI6 が絡んでる。それから20世紀初頭はそのポール・ウォーバーと織り込んで、連邦準備制度理事会、理事制度というのを作って、本来議会にあった通貨発行権を奪った。ですから本当憲法違反なんですよね、ずっと。それからウィルソン大統領の下ではマンデルハウス大佐というのが出て、なんか不思議とですね、権力者よりも偉い側近がいるわけです、この国は。いつもこの時代なんですね。それがキッシンジャーであったり、ブレジンスキーであったり、なんかヘイリーであったり、マンデル大佐であり、もっと前のなんか、サー・ウィリアム・ワイズマンというのですか、これも MI6 で、こういうのは見張りとして送り込まれてるんですね。ルーズベルトもどうも暗殺されたっていう話ですから、ですから言うてかなくなると処分するということで、まあ、これがその権力構造の真相で、こういうものをよく理解した上で、日本も対処しなきゃいけない。で、次の、私のちょっと共有してる文章ですけども、第2章にですね、この 9.11 の真相ということで、ある人が詳細に書いてる。多分これがもう当たっちゃないかなと思うんです。でも、今度は木村愛さんがですね、さらに最新の状況を踏まえて、究明されてますので、またこれは真相の真相という本に、今度出る本にも出ると思います。それから最後にですね、
裏側の方に聞いてて、これはですね、アメリカの健康体制を停止してですね、で軍事独裁体制、まあ、ヒトラーからのナチスみたいな独裁体制を施行してるんです、彼はね。それで、これはその、ハルクスっていう中央、中東支配の軍事政権ですね、これはダメ。その人が、もう一度大規模なテロがあれば、現在の米国憲法体制は死滅ということを言ってます。だからもう一回ニューヨークでネットテロかなんか何テロかしませんけど、やった時にはもう憲法は停止というね、どうも計画ではないかと私は、まあ、そのところでちょっと怪しいですけども、まあ、真相に迫るというのはどこまで迫ったかわからないんですが、とりあえず私が手に入っている情報だけで考えてみまして、まあ、かなり独断と偏見に満ちている世の中で通用するわけなんですけども、ちょっと分かっております。ちょっと何か当然疑問反応、独断と偏見ですから、あると思います。それから質問何かありましたら挙手をしてお願いいたします。これはおかしいんじゃないかというところで、ちょっといいですか。はい、どうぞ。ちょっと補足というか、まあ、お名前な名前が出た木村です。私ホームを送って佐藤さんにはこのワールドフォーラム何度も4度も呼んでいただいて、この関係の話したんですけどね、佐藤さんが言われたその 9.11 そのものの真相ですね。私は 9.11 事件の真相と背景はこれは共著で出して、だからそれ、まあ、続きを もちろんその時から情報入ってたんでね、その続きを予定してたらそのイラク戦争が始まっちゃったからね。それでイラク戦争は何だったのかと、だから実際の情勢になかなか追いつかないですね。情報はたくさんあるんですけどね、でこの中には少しは入れましたけどね。でこの次にその 9.11 事件の全貌解明と銘打ったね、準備してたら、そしたら外交官がね2人で亡くなって、で奥大使は、まあ、佐藤さんの、これワールドフォーラムに来てたっていうんでね、で急遽ワールドフォーラムの例会向けに外交官惨殺事件のね、これも2ヶ月で作り上げてね、なんかもう全然、ね、走りっぱなしだね。で今佐藤さん言われた情報のあれですけどね、この例えば映像的には最新のはね、もうインターネットでは出てきてるんですよ。そのこのさっき言われたミサイルを先に発射してるね、そのミサイルが突っ込んでね、鼻先が出てるね、映像が出てきたのね。これねシピーゲルテレビってなってるから、ドイツのテレビ局の映像ですね。あれは各国で撮ってるから、そういうのを丁寧にこうやっていくとね、矛盾が出てくるんですよね。でもともとその飛行機がねビルに突入できるかどうかって、まず突入できないという説が高かったのね。実はねビルにぶつかったっていうのはエンパイアステートビルに飛行機がぶつかってるんですよ前ね。それはねくしゃっとねなって下を下が落っこってですね、飛行機っていうのは、まあ、簡単に言うとアルミのこの、ね、お椀ですからね、それがね鉄骨のビルにぶつかってて中へ突入できるはずがないんです本当はね。だからこれはもう最初から議論があったんだけども、先にミサイル発射して穴開けてるってことはね、映像的に2つのビデオで証明されたわけですね。それでもう一つはその飛行機がそのすり替わったっておっしゃったけど、みんなそういう議論してたんですね。それ前提がそのハイジャックされた飛行機という前提でものを考えるからそうなるんですね。実はその今映像の話が出たようにね、これは旅客機じゃないんですよね。これは無人飛行機なんですね。でそのこれがその突入した、そしてハイジャックされた飛行機というのは本当にあったのかどうかって話になりますとね、実はそのハイジャックされた4機の飛行機が飛び立ったところは、これはまあ一応まず間違いないねと言われているのはね、だからいろいろ証拠が残っている。これはね、ボストンのローガン空港というところでね、そこの管理者はイスラエルの会社ね、しかもその何箇所も管理しててね、それのボスというのはリクード党のね、まあ、極右のねシャロンの顧問なんですね。でアメリカで違法な政治資金集めをしてね、刑事責任問われてるとかね、アメリカでね、イスラエルの政治資金集めるのは違法なんですね。
それをやるんです彼らね。そういう人間が管理してたわけですからね。まずもう極端に言うと全部嘘とね。でどっか そこから飛び立ったとしてもね、そこからその無人飛行機が飛んでって誘導されてぶつかったという方がね確かだろうと思うんですね。でもう一つはその無人飛行機説はもう直後から出てたんですね。でこれについてもいろいろ議論があって、私が日本の有名なそのコンピューターの、ね、研究者に話したらね、彼はその自衛隊の飛行機なんかやってるんですね。これでね彼はね、まあ、だからもちろん自分の仕事だから丁寧に見てたね。これでねこのあれは見事だったとね、ちょっとね無人飛行機じゃ無理だって言ったんですね。ところがねその後無人飛行機説が強まってきたのはね、アメリカの空軍大佐かなんかがチームを作って実際やってみたら同じことね、で不可能であると、だから無人飛行機説彼らとってですね、だから飛行機の専門家がそう言ってですね。そしてそうするとね、無人飛行機がなぜその見事に突入したかって説についてはもう一つありましてね、これはまだ私今のところ私の情報による仮説なんですけどね、そのこの事件が起きた時にすぐ出たのはね、半年前にマードックのねテレビがあるでしょ、なんだっけあれは、フォックスでその X ファイルというシリーズがあってね、それで6ヶ月前にね同じようなことをやってるっていうんだよね。要するに飛んでってぶつかってそれるっていう話なんですね。そうするとね、私はね可能性としてはね、いろいろこの技師に聞くとね、なかなか難しいそうですよ。無人飛行機っていうのはね、やっぱ精密技術でしょ、すごいスピードで飛ぶわけですからね。だから湾岸戦争なんかの巡航ミサイルってのは結構当たってないんですね。それが見事に当たるのはなぜかっていうとね、おそらくね誘導電波だけじゃないと。でそのねハードックがなぜそういう番組を6ヶ月前にやったかっていうのはね、おそらくね予定の航路を飛んでねビデオに収めたんじゃないかと思うんです ね。そうするとねそのビデオが入ってるわけですからね、それと飛んでいく場所を合わせていけばね精度が上がるはずですね。だから見事にその飛行機 その飛行場のね幅66メートルだったかな、あそこに、ね、見事にこう行くのは難しいんですね。飛行機だとそうでしょ、ね、普通 その旅客機がね誘導電波発やってても着陸するのは難しいわけですね。それをストーンと当たってるわけでしょ。そうすると最高技術を使ってやった可能性ある、そういう情報が次々出てくるんですね。だからその 最新のやつはだから、その次々重なってね、シュピーゲルテレビっていうんだからドイツのテレビであれしたらこのドーンとぶつかって鼻が突き出してですね、だからそれで、ね、それで硬いわけですよ。砲弾と同じ突起があるようなぶつかって開けといてそこへ入るというね、だから次々ね情報が積み重なってですね、だこんなのちょっとまとめないとなんないんでね。ただそういうのがフランスでももうすでにかなりねベストセラーになってるし、ドイツもね元閣僚が書いたのベストセラーになって、それでイギリスではブレアの閣僚だった人がこの自作自演説をもう公言してますね。だからもう近いんですよ。アメリカでは今連邦調査委員会っていうのでね閣僚たちを呼んでやってますからね。でその背景には笹生さんおっしゃった家族のね訴えがあるからね、もうほとんどね解明されかかってる。そうするとね全て嘘と、 9.11 からアフガンね、そしてそれは実は最初からイラクを狙ってたと。イラクを狙ってたってことはイラクが最大の脅威ですから、イスラエルにとってもね。イラクの軍事力を叩くことによってアラブイスラム世界全部をね支配できる方向へね、行くだろうと。こういうのは実はシオニストのその雑誌に書いてあるんですよ。1980年代の狙いということでね、まずそういうイラクの軍事力を叩くことだとね、その方向へも着実に今進んでるわけでね。だからそれは相当時間かけて議論しないとね、みんなのストンと落ちない。で僕は日本テレビいたから分かるんだけど、テレビ局とか新聞社はねそういうのはよっぽどこう出てこない限りね報道しないですね。私はだからちょっとお配りしたのも雑誌のこともやりますけどね、ちょうどたまたまその訴えを入れときましたけどね、裁判をやるんです。で私は湾岸戦争の時に法廷で3時間証言してね、これはイラク戦争は何だったかに入れてありますから、その記録をね自分でも今度やろうと思ってたら、今度東京での訴訟はね一人一人毎日やると。で初日は3月17日は前田哲夫さんっていうね長崎放送の政治部記者、この方が提訴しましてね、で次々毎日やってる鎌田圭さんとかね佐高誠さんもやりましたね、
著名人からやって私はちょっと名が落ちるから後で順番で30時で決まっちゃったら向こうで決めたんでね、もう急遽やっぱり僕は今訴状を準備してね、でそれではついでにそのやるんだったらね、個人責任追及ね、本来だったらその国の責任追及は違憲訴訟、憲法違反の訴訟もあるんだけども、閣僚個人の責任ね、特に首相の責任を追及する、外国ではそれあるんですね、日本ではね、その閣僚の責任って全然、ね、抜けちゃうのね、それもあるんでね、ちょうどそのたまたまそこへその、小泉純一郎のその経歴の怪しさが、ね、どんどん出てきたでしょ、ロンドン留学は何、政治経済学部っちゃらなかったってな、ロンドン大学にはね、そして単位一つも取ってないね、その裏には実は、その、まあ、言葉に出すとどぎついから言いませんけど、文字には書いてあるけどね、やっぱりちょっとね、ハレンチ事件があったと、でついに噂の真相も最後の別冊で書き出しましたからね、そういうことは許しがたいと、まあ、お金もあるからね、私は両方とも損害賠償ね、もう名誉を傷つけられたと、日本人としての誇りを傷つけられたと、だから損害賠償1万円よこせと、そしてね、訴訟の費用って ECB からね、政治の2つでやりますから、ほんでお配りしたように30日にそのね、2時にその両方の訴状を出して、3時に記者会見ね、霞が関でやりますんでね、ぜひ来てください。で、これやっぱり裁判所っていうのはね、やっぱりね、傍聴者とかね、そういう仲間が多くないと、なめてかかってくるところがあるんでね。私自分で裁判やったことあるからね、ぜひ協力をお願いしたいと思います。以上。でそういうところでだから、もしできればね、明らかにしてくれ、ね、さっき都市大統は全然そういう暴落にですね、感じなかったと思いますね。確かにフロリダの小学校